はいみなさんこんにちは。2018年ここが出たマンション管理士本試験解説会。えー私はねレック専任講師の小野と申します。よろしくお願いいたします。さあ、えー、今日の回答速報なんでございますけどね。えっ、ー、とこのレックの回答速報はあの三パートに分けてお話をします。で私がですねまあ法令と言っておけばいいのかな。えー、民法それから区分所有法ね。 まあ具体的には問いの1番から問いの19番までちょっと不等法も入りますがね問いの1から問いの19の、えー、いわゆる法令関係こちらを私は担当させていただきます、えー、そしてねあのいわゆる設備系関係が亀田先生ね、えー、そして実務系といえばいいのかな委託契約書とか、えー、そういったのを、ね、担当なさっていただくのが太田先生ですさあでは皆さんね改めましてお疲れ様でございました だったでしょうあのまあね、えー、とりあえずもう終わってしまう試験なんでほっとしてる方もいらっしゃると思うし、えー、まあねこの速公会ねどっちなんだろうなってハラハラしてる方もね大多数だと思いますまあただ一つね皆さんこれまで一生懸命頑張ってきたんですからねまあとりあえずその努力ね、えー、自分を褒めてあげていただきたいなと思ってます、えー、そういうふう上でねまあこの速公会につきましてはですね、えー、まあねこの私のお話をねまあ,というあの一生懸命というよりもね えそんなもんかいと思って聞いいいいただければいいかなと思いますで速報回答申し上げましてもですねえー、っとこれあのもうすぐ終わったすぐのね今段階でお話をしてるんですねえー、っとですねまああの2018年と申し上げましたが問題ねもあのこれはまあコピーでございますけどね平成30年度えー、っとマンション管理試験ねこの現物をですね我々回答を出してるものをやったんです。 まだから終わってすぐの段階でねもう回答出しをやりましてで、まあ、もちろんね私もね、まあ、全般的にやっぱりね、えー、皆さんにお話をするんですからねちゃんと学習はしておりますので、えー、もうね分野を超えてんあの、ね、標準管理委託契約書とかね、やりましたし私ね回答出しとかもしました、まあ、ただあの解説をいたしましてはねです。まあ、で、やっていましてねで回答出しをしまして、えー、ただ何と言いますかね 速報解といってもね一つ一つの問題をですねこれはこうこれはこうってやっていく解ではないんですねまあそうではなくてでこの回答もですねまだあの確定をしておらんのです何番がいくつってね確定ということをしておりませんだもし皆さんねなんだよねこれ見ればね何番問いの何番が、ね、答えがこれだとかね言ってくれるんだと思っている方はごめんなさい違うんですそれはまたね もう近々のうちにねちゃんと確定をして出します。ただ現段階ねまあ正直申し上げまと今ねあの六日なんですよこれ、ね。まさ、あ、にね、えー、まあ試験終わった後にねもうみんなで必死になって回答出しをしましてね。えー、でもってね、えー、今これで傾向を分析をしてでそのね速報として皆さんお話をするという機会なんですね。まだ問いの一番は正解して何番とかね二、えー、番はこれだとかね、えー、そういった内容ではございません。まあそれもすぐにね。 えまあね近々のうちにですね確定碁として、ね、皆さんに公表することになります。で私はですねこれね下手なこと言っちゃいますとね,ねあのなんて言いますかねえー、まあおそらく間違いはないと思うんですみんなでね一生懸命調べましたからただ下手なこと言っちゃってね、えー、実は違ってましたあんなこと言いましたら大迷惑をかけてしまうんでごめんなさいあの何番が、えー、問いのいくつかで答えいくつっていうのは言えないんですごめんなさい。まあ、だからそれを期待ししていい皆さんららっしゃっゃたらね ちょっと期待はずになってしまうかもしれませんがごめんなさいそれは言えないんでね、えー、ただあの要するに傾向というかね大まかな傾向というのはねこれはもうすぐに分かりましたんでそのお話をしていくんですあとね若干その正解詞何番ってことは触れられないんでございますが、えー、特徴的な問題がねいくつかございましたんで、えー、そのお話当たりをしていこうかと思いますでさすがに私もね問いの1から問いの19まではね、まあ、回答を出しをした後に 一生懸命ね全部の選択肢を読んでまあ1からね「問いの19」からね「問いの1から問いの19」担当ですから全部の選択肢を読みまして、えー、やってねあの分析をしましたまあだから逆に言うとね問いの2十一個はもうお二人の先生にお任せしちゃってるんで、えー、今のところまだね現段階で私,私はね精査はしていないんですまあですからね例えば設備がね「えー、今年は簡単だった」って年かもしれないいや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 ね相変わらずね えこれちょっと何よと根拠取れないんですけどっていうね問題が散見されたかもしれないまあそのあたりは亀田先生、ねえー、そしてね標準化理着契約書関係につきましてはね、えー、これは太田先生にパスしますまあだから私の方はね問いの1から問いの19でございましてで問いの1から問いの19ですねただ今年の特徴はですねまあまずもってですねあの不動産登記法が2問あったかなっていうのね まあこれはちょっと意外といえば意外だったんでございますが両方とも難しかったですね。えっ、ー、と問いの6番とねで皆さんお手持ちのね、えー、と問題冊子をね使ってくださいね。あのメモ入ってるんでそれも写せないでごめんなさいね。<laughs> ねえっ、ー、とねこれ回答出す時にねもうメモ入れちゃってますんで、えー、まあだから丸とかバスとかね見えてしまうとねまあ困ってしまうんで言いませんけど。えー、ね写しませんが問いの6番あたりありましたね。 不不動動産産から定番番のの問いの番に不動産投票ね、まあ、これ定番ですまあ例年問いの17か問いの18不動産投票に出ましてまあということでえ両方とも厄介でしたねまあおそらくここではねうんねあの簡単にね得点をさせるような問題じゃなくてそこで点差をね開こうとしているのかなっていうぐらい不動産投票はこれはとってもやりにくい問題でございました。 まだ不動産投票絡みの問題がね、今年は二問出ました。ね、ええ、どっちともですね、これはとり、得点しにくかったなと思います。だから、いかに、ね、この辺りで、時間をかけなかったかなというところかな。ええ、不動産投票の問題がね、あった時。ね、え時間をかけなかったというところは大事だったんじゃないかなと思います。ね。うん、まあ、表現的にもね、まあ、なんかピンとこないんですよね。問いの六番がね、そうですね、問いの六番ですが。ね、選択肢一番ね。 マンションの投機模において、一つの投機記,記録に建物の繊維部分と敷地権等がともに投機されることはない。うん、なんか一つの投機記,記録ってどこの話をしてるのかなってね。まあそういうところからね考えてしまって、なんだかなんか聞かれてることがいまいちピンとこないなっていうような表現まあになってます。なこういうところでね。 えまあそういうねあの5分6分とねなんだこんだとね考えて時間を取ってはいけなかったのかというような問題でしたね。まあということで、ね、だからちょっとね何かね、うん、何を聞かれてるのかなっていうのがピンとこなかったっていう印象を持たれた方いらっしゃると思うんだけど多分それでいいと思いますえ。だからそこでいかに時間をねかけなかったかというのが不動産投票今年はね傾向かなと思います。本当にね、18番もそそううなんですけどねそうね それから今年はですね2011年とか14年もそうだったんですがえっ、ー、といわゆるあの被災マンション法ね被災マンション法とねそれからあとは円滑化法ねまあ出てますねまあそういうふうにおきましてはですね何か細かいものも聞いてくる、えー、それからね区分法なんかもそうね、えー、それから標準仮ね、えー、規約もそうだったんですが団地もね、えー、複合とも聞かれましたしだ幅広く聞いてきましたね今日はね今回はね、えー、そういう試験の特徴があったかと思いますただあのね規約につきましては太田先生パートなんで ね、え細かい中身は触れられないんですがただ私ね回答出しの時にちゃんとやってますんでえあ団地もね、A、複合用まあであとはですねやはりこのねの理事ですとか幹事のねまあねあの最近ね改正があって今幹事のね権限強化なんていうのはね、まあ、数年前に改正がありましてねまあそのあたりについてなのかな役員の話結構ねよく出てましたね。 まあただね、えっ、ー、と問いの一から問いの十九にかけての話をしますとね、割と今言ったように難しい問題ってもう思いっきりなんかね何聞いてんのってぐらいのねレベル高さがあった難しい問題ありました。えー、ただこれ蓋たあげてみたらね、皆さんがね例えばね、えー、そうは言ってもさってこれ消去出ちゃうじゃんっていうことで正解率は高いのかもしれない。えー、たださって難しいよってね、えー、言われてみれば難しいよって問題がやっぱりあったと思う。 かと思うとですねはこれまた聞いてるよって <laughs> また聞かれましたねなんてものもあったでしょだから割とですね今回ですねあのレベルといたしましては例年と変わらないというね形になってます例年と変わらないまあつまりね過去に出題されたような問題過去に出題されたテーマをしっかりと抑えてるやっぱりそこに尽きるんじゃないかと思いますまあ要するにね無駄な失点をしない まあ、マンンション管理士試験はですね、えー、っといわゆる受験者の皆さんの5割50%ね半分の方が正解できるような問題を一緒に取っていればだいたい合格基準に達しますだから何かこうねみんなができない問題とか、えー、特殊な知識とかはいらないわけですねまあね全受験者の皆さんの5割半分の方ができている問題、ね、これを一緒に取れれば合格基準に達するまあそうはいってもね ねえー、やっぱり日本人間はケアリスミスをします。でもねあの逆の例えばねラッキーパンチもあるでしょ。ね、まあねこれできるはずの問題間違えちゃった、ね。みんなができてる問題間違えちゃったかもしれないけどねいやかんが当たっちゃったという問題もあるはずなんでそこはバランス取れます、まあ、だからやっぱりね、えー、特殊なことをしないでねもう毎度毎度聞かれてるようなものを、ね、まあ律儀というかね、えー、しっかりと得点できたかどうかとでそういう意識で学習していたかどうかっていうのはやっぱりね えー、今年まあ特徴特徴というかね例年と変わらずっていうことかなのかと思いますまあ何かと言いますとねえー、っと珍しいものとかねかね出,出ましたよね例えばね「問いの8番」なんか珍しい珍しいというかね、えー、あこれついに聞かれたかって感じですよね問いの8番ねえっ、ー、と8番選択3番ですねまあ要するに、ねえー、この理事ですねまあ理事さんが利益相反 の場合にはまあ、誰がですね。代表するか何とかしたんだけどね。で、まあ問いの8番ね。選択3番なんかそうでしょ。選択3番ね。まあ、複数の理事がいる管理組合法人でね。次ですよ。理事全員が共同して代表する上で規約に収められている。はい、こういう場合どうなるかってやつね。とうの聞かれたんでまあちょっと細かいですよね。これねえ、A、細かいこう,いうのもね。まあね、A、初めて聞かれたということね。 まあ誰がどっちがね代表するのかって誰が代表するかってやつ利益相談の時には誰が代表するかとかねでもってこの時にねほらねまあね理事が全員が共同して代表するという管理組合法人どうかっていうかなり限定的なのを聞いてきたんですまたこういったようにねえまああまり見なかった問題もあるかもしれないけどもう伝統的な問題もたくさんあったでしょ <laughs> 伝統的な問題ねえっ、ー、と例えば問いの一番ですね問いの一番ね問いの一番ね A1、はい、番の選択肢4番でしょ ?1 番の選択肢4番ね。はいまああの規約保管する人ねえっと規約保管するも1,000人集会と規約どっちでもできるよってねというのが聞かれてる、ね、まあどうだったかなって、ね、いうことねえ、ね、どうだったかなと。英語うことだとね一方ですね、えー、まあ今度もあったでしょ えとねうん、どこ行っちゃったかなあのどちらかでしかできない余計なものもありましたねどちらかでしかできないけどもありましたねえー、っとちょっとごめんね、うん、あれねメモですねあごめんなさいちょっとねメモをね失ってしまったんで何番、えー、ってことありませんね <laughs> すぐ言えなくてごめんね、えー、ただねこれ集会決議によらなきゃならなかったよねってね えー、規約ではね、えー、認めることできませんでしたよね系の問題もある、ね。まあ出てましたね。まあつまりね何かというとねほらもう伝統的じゃないですか。ねえー、決めるときに集会または規約の定めねどちらでもいけますよってのもある。あるいは規約で定めておかねばならないよってものもある。ねえー、あるいはね、えー、集会の決議でやらなきゃいけないよってものもある。ね、まあねさまざまな、ねえー、そういうパターンがありましたよね。だそううの子大事だったでしょ どういった手続きで決めていくかってやつまあこれはだからね、えー、一見細かく見えるかもしれないけどねただ、えーまあ、マンション会社試験で行くならばとっても大事なところですよね,ね集まってみんなで話し合わなきゃいけない、えー、規約によって定めるなんてことはね、えー、区分法の規定には書いてありませんよって、ね、だから集会によらなければいけないよってものもあるというものがねやっぱり今年も出てましたでしょ、ね、まあだからね伝統的なものは変わらないんです、ねえー、そういったねまあ要するに それは区分法を知らない方が今日ねわ細かいこと聞いてくるんだねマンション解消試験と思うかもしれないんだけどさ、ね、ただそうじゃないでしょ、ねえー、伝統的にね、まあ、2001年からやってる伝統的に、ね、そういうところ聞いてくるよねってだからマンション解消試験を受かるためにはそういうところもしっかりやらなきゃいけないよねってところがやっぱり聞かれてますよまあですからね、えー、やはりマンション管理士として、ね、どういったところをねちゃんと意識して押さえておかなければいけないのかまあそういうね まあ、伝統的というかね。試験で聞かれているところ、やっぱり試験ねえまあ、取材する方ですね。取材する方にしてみれば、ここは知っておいてくれよって。マンション管理士としてはね。こういう知識はしっかり持っておいてくれよっていうところね、えー、それがちゃんと出てます。だからね。難しい問題とか細かい問題とかに気を取られる前にやっぱりちゃんとね。やっぱりこれかってやつね。それができるようになったかということ。あとはですね。結構ですね。あの。 一見細かく見えるんだけどそうでもないよって問題もねあったと思うんですよ。一見見細かくえっ、ー、と要するにね、まあ、これもですが例えばですねあのほら、えー、と選択肢1番2番のところがねえっ、ー、とあの、ね、先取り特権の問題ありましたね選択肢1番2番先取り特権ねなんて問題があったんだけど。えー、ただね、えー、これはそっかただーマが変わっちゃうのかであまり触れられないかな。 え選択肢1番に言えば先取り特権だけどね3番言えば違うとかね,ね、えー、単にほら、ね、まあ規約の方ですか小田先生はパートになってしまうちょっと触れられないけどね、えー、先取り特権の話が出てきましたけどね、えー、選択肢3番は単純にねいわゆるまああのの訴訟の話とかねありましただから何が聞かれているのかというのをねちゃんと分析をして落ち着いて経営しいテーマを聞いていけば中身的にはね、えー、例年通り、お、ま、り、あ、割と出題ね毎、ね、年毎年聞かれるものをね一緒に取れればいい問題が多かったかと思います。 まあというわけなんでね、えー、今回もですね何かこう法令です問いの1から問いの19ね細かいものに気を取られてうっかりミスをしないことだったかなと思います <laughs> まあところでございますんでね試験終わって皆さんねどういう印象をお持ちになってるかわからないけどただ私のねやっぱり、ねえー、まあずっとね経験とかそれからね分析で行きますと、ねえー、それは確かに細かいものもあって難しいものもありましたよ、えー、ただそういうものってのは割とね、えー、極端にわけわかんねえやって問題もあったと思う だから伝統的に、えーね、よく出題されたところを、ね、しっかりと地道に押さえてきた方にとってみれば、えー、答えを出すのは、ね、できた問題が比較的あったんじゃないかと思います。まあ、そういうわけでね難易度ということで行くならば、えー、それほど難しいあるいはね、えー、これしょぼいじゃんちょろいじゃんとか、ね、いう問題でもなかったと思う。まあ、だから普通とね,、えー、まあね年例年と変わらない傾向だったんじゃないかと、ね、法令はそんな分析をしておきます。はい、というわけでね えまあねえー、過去問重視、ちゃんとやってきた皆さんにしてみればそれこそこの手応えあったかなという気がするということで、ねえー、お伝えしておきます。さあでは、ねえー、まあ時間になりましたので、ね、2018年にここが出たマンション管理士本試験解答、ね、速報会でございますが、えー、以上で、ね、区分法と民法の担当は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でございました